こんにちは。あ、ニコニコ生放送っていうストリーミングサービスなんです。生放送なんですよ。日本人の方ですか？はい。まあ、本人何人ぐらい見てるんですか？まあ、1万人ぐらい見てるんですか？このビデオですか？あ、はいはい。一番見てました。え、まあまあ、そういう、まあ、まあ、しでかすんですか？いやいや、何もしでかさないけど。大丈夫、映っちゃってますけど、大丈夫ですか？大丈夫そうですね。なんか皆さん知ってますね。が、イケメンって書いてあります。何も起きてないのに1万人ビデオ見るんですよ。ああ、はい、はい、そういうもんなんですよ。その渋谷に入れない1万人が渋谷の感覚を。そうああ、え、今お兄さんは何をしてらっしゃるんですか？僕は友達待ってます。あ、本当ですか？はい。なるほど。友達とこれから遊びに行く感じですか？そうですね、神奈川に。あ、神奈川。僕、神奈川に住んでるんですよ。あ、そうなん、川崎に住んでるんですよ。ああ、神奈川で何かやるんですか？ちょっとしでかそうかな。え、しでかす？え、しでかすとは何を？まあ、何もそんな大したことない。え、風俗とかそういうことですか？いや、全くいいかなくて、はい、そのクリエーションで、え、なんか何かを作って、なんかじゃあ、なんか作ってる方なんですか？そうですね。あ、漫画を描いてるって部屋だな。漫画？漫画？え、漫画、え、今、マジですか？え、漫画ちょっと、なんか漫画描いてるらしいですよ、このお方。じゃじゃーん。え、なにこれ、なにこれ。無限コマ漫画です。おお。え、なんか見せていただけます？え、いいですか？すごいすごいすごい。これまあ自作で作ったんです。はいはい。まあ、説明すると、はい、あ、まあ、もっと映っちゃったらいいですか？いいですか？はい。ちょっと難しいかもしれない。あ、大丈夫大丈夫。はい。まあ、ここにあんまり楽しくない人がいる。はい。じゃあ風船2個なんですよ。はい。2個買ってもまだあんまり楽しくない。はっはっはっ。で、なんか口にこう結び始めて、はい、ピーンってなって、はい、楽しくなった。おー。でも顔がこう風船のせいでもげちゃって、はい、やめろっつってこう追いかけるんですけど、飛んでっちゃって、はい、それで最後頭だけが宇宙に。わー、楽しい空間で。うわー、うまいっすね。上手ですね。こういう漫画をこういっぱい描いてて、8コマ漫画なんですけど。あ、すごい。こうやって、まあ、これはまあ簡単に説明するとハートで、はい、まあ、ハートブレイクする。あー。でこうノリでくっつけようとするんですけど、はい、くっつかない。はい。糸で編んでも折れる。はい。もう涙を惜しんでこれ全部食べて、はい、トイレ行って、はい、うんこになったら一つになって出てきた。わかります。うんこになって。え、わかります。あ、わかります、わかります。くっついたっていうか、まあ、ちょっと、うん、え、これは、はい、なんかそのどっかに出したりとか売ったりとか。そうですね、今日はあの渡りミュージアムってわかります？渡りミュージアム、渡りウムって言うんですけど、渡りウム、渡りウムの本屋さんに置いてもらったりして。マジで本屋に。まあ、本屋さんでしたんですけど。あとはこういうのを人って言うんですけど、マガジンの人。あ、わかります、わかります。肝心とか、ね、あ、そういう人を置いてる場所が結構多くて、そこをちょっと回ろうかなと。 あとこうやってビデオ撮ってる人にこう宣伝して。ああ、全然もういくらでも宣伝しちゃって。はい、まあ、買いますよ。え、買う？500円ですけど。な、何円ですか？500円。500円。今なら漏れなくスティッカー付き。スティッカー？500円。皆さん、この人は買った方がいいですかね？500円で。買えって書いてる。500円でその買えるらしいんですけど。でもこれまあ一見なんかただのバカな漫画なんで。いやいや、面白い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 です。その何らかのその意味は込めてるつもりで。うん、ああ、じゃあちょっといいですか？一冊。いいですか？ああ、いや。ちょうど、いやいやいや、ちょっと、はい、すみません、なんか押し売りになっちゃった。いや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 、いや、チェックしとくべき8コマ漫画。はい。いや、これは毒だぜ。いや、すみません。あ、ちょうど500円。ちょうど500円ですか？はい。こういうスティッカーも。ああ、後ろにこう。お、すげえ。これ自画像で漫画を。すごい。え、ツイッターとかなんかやってるんですか？やってないです。やってないんですか？はい。手売りで。手売りで。わー、すごい。はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。いや、やりました、ゲットしました。
これちょっと後でじっくり、そうですね、で宣伝しとくんで僕の。何ですか。僕あの捨てハゲっていう名前で、そのはい、捨てハゲって名前でなんかあの YouTube とかニコニコとか YouTuber、 あ、まあ、YouTuber みたいな感じで、はい、やってるんで、もしよかったら、はい、捨てハゲって捨てハゲ、あのカタカナで捨てハゲって検索すれば出てくる。捨てハゲですか。捨てハゲです。捨てハゲですか。いやーやべえ、めっちゃ楽しみだこれ。楽しみだ。騙されたんだって言って、ま、お前も騙されるぞ、気をつけろ。失礼なこと書くなお前ら。いや本当ありがとうございます。本当にこちらこそありがとうございます。後でもうチェックします。はい、今からどこに。いやなんか今もう適当に渋谷をなんかブラブラしようかなみたいな。はい、そう。じゃあありがとうございます。本当にすいませんです。ちなみにおいくつですか今。24です。 24? え、僕今23なんですよ。ああ、そうなんですか。まさか年上だったとは。同じぐらいですよ。ありがとうございました。はい、じゃあお互いに頑張りましょう。はい、頑張りましょう。お疲れ様です。また会えるしよう。はい、お疲れ様です。5万人ぐらいになって。ああ、分かりました。はい、5万人になったらまた来ます。はい、いやーいい人だったね。Mm-hmm.